ので毎年旧正月の13日に開催されるんですね。こちら約1550年以上の伝統を持つと言われるそうで、数え年が25歳、42歳、61歳の厄年の男性を中心に、さらしの下帯、あと塩足袋をつけただけの数千人の裸男が街中をこれ練り歩くのぶつかり合うんだよね、裸でね。すごいことになるお祭りがあるみたいなんですけど、イナッピーはもちろん参加してるよね。はい、え、参加してないの？男の子でしょ。裸祭り行きたくないよみたいな顔してますけど、そんなことないですよ。今年もね、3月3日イナッピーも裸祭り遊びに行きますのでね、ぜひ皆さんの方にも足を運んでみてくださいね。さあ、今タモ君に運ばれてまいりました最後のキャラクターをご紹介いたしましょう。はい、今こけてるこちらのキャラクター、これね、立ち上がると大きな塗り壁にしか見えないんですけれども、さあ立てるかな？よっこらちょっと、はい、来ました。さあこの塗り壁くんなんですけど、塗り壁じゃないんです。実はこちら世界一の明石海峡大橋を代表とする本州と四国を結ぶ3つの橋、本州四国連絡橋のシンボルキャラクターの渡るです。なんかね、テレビとかで見たことないですか？意外と渡るくんテレビにもすごく出てまして、以前ですとテレビ東京の、ゆるキャラ王選手権とかね、あと日本テレビのガチガセのゆるキャラ相撲トーナメントの